2018年3月17日10時39分特集、イチロー練習を再開しキャッチボールするマリナーズのイチローピオリア、共同、拡大、右ふくらはぎの腸。美を訴え、週5日の全体練習を休んでいた米大リーグ、マリナーズのイチロー外野手が16日、アリゾナ州ピオリアのキャンプ地の球団施設で練習を再開した。約1時間、14日のオープン戦で1回の守備だけで交代する要因となった右足。と状態を確かめながら軽いランニングや遠投、室内での打撃練習を行った。チームに復帰したマリナーズのイチローの表情は明るかった。共同、右ふくらはぎの状態を確認し、今後は、明日、17日、は全体練習に入れると思う。その翌日は、オープン戦で、ゲームに出るか、マイナー、の練習試合、で打席に立つか、打ってから一気に走るというのが、まだ、大丈夫か、わからないのでマイナー、と肩が安全かもしれない、ふくらはぎに異変を感じた時の状況は、グラウンドに出た時ですね。頬以内で何かグリッとなった。守備について、これはまずいなと。ただ、そこで下がるわけにいかないので、ボールが飛んでこないことをひたすら祈りました。ベンチに帰っても打席に立てる感じじゃなかった。いや、もう歩けなかったですから、痙攣に近かったのか。痙攣よりも、筋肉が収縮し、ヒュッとなっている感じ、その後の対応は、すぐ家に帰って、特殊な、マシンでトレーニングしました。あの晩3時間、次の朝に2時間やって随分回復して、マシンが、なかったら、開幕は、アウトだったでしょう。イチローの成績へ今、あなたにおすすめ。